い、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もロストジャッジメントパート15ロボ部編始めていこうと思います。もう早速練習試合でしたよね。矢上さん、では矢上さん、練習試合に向かいましょうか。今後の改良のために矢上さんの得たフィードバックを開発に生かさせてください。ああ任せとけ。ということで、もうカスタマイズもできるけど行こうと思います。負けたらカスタマイズ見直そう。はい、さあでもまあみんなにはダイジェストで見せることになるかな。もしかしたらやってやるぜ。もしかしたらダイジェストどころか全カットで結果だけ見せる形かもしれへんけど、頑張っていこうと思います。大塚工業高校の皆さんお願いします。よしよし、あー最高の気分だぜ。よしよしよし、勝てた勝てた。あー実は一回負けてるんですけど、多分カットしてます。あーよかった。最初陣地取るの、うん、全然うまいこと起きへんくってさ、自陣に重なってたら起きへんってことをまだ分かってなくてちょっとつまずきましたけど、もう大丈夫です。ふむ、テストは順調といったところか。ん、あれ、ん、起き手がなんか動かなくなっちゃったけど、え、なんだ、試合終わってからでよかったな。え、あダメだ、うんともすんとも言わない、うん、おかしいですね。あ、もしかして、え、さくらくん思い当たることある？さくら、さくら、何か心当たりが？実は、あ、バグがまだ治ってない？操作を受け付けなくなるバグが。はぁ？なんだって？まだ治ってなかったのか。治ってないですっていう報告は素直にした方がいいよ。でもあの後は動いたんです。その後だって何度試してもバグを再現できなくて、練習試合前で時間もなかったし大丈夫だと思ってっていう過程を報告した方が良かったかもね。あー、まあでも強く怒らんといてあげて。これからはほうれん草頼むでって、でも何回も言ってはるんやもんな、起きて川くんもほうれん草してよねって。どうして報告しなかったんだ。試合中にバグが発生したらどうするつもりだったんだ。もしもこれが本番だったら。あ、すいません。すみません。頼んだ、バグを特定しておくんだ、次の練習試合までに。でもなんかまださ、よくどうしたらいいかわからへんっていう報告は受けてんねやろ。ちょっと手伝ってあげたりさ、一緒にどうしたらいいか考えてあげてほしいんですけど。はいはい。それと何度も言っているが、ほうれん草忘れないように。でも高圧的に言っちゃうとさ、またほうれん草しにくい心理やって働いちゃうっていうのも頭キレキレの沖手川くんならわかるやろ。はいはい。うん、報告しなかったのは確かに問題だが、報告しづらい環境を作ってる面もあるからな、きっと。ちょっとかわいそうだな。大丈夫？さくらくん大丈夫？僕はどうしていつもこんなんなんだろう。さくらくん、さくらくんもほうれん草怒られるかもしれないっていうところを乗り越えて報告した方がいいとこはあるけど、沖手川くんもなあ、まあ正論を言ってるだけにあれやな。なんでだ、どうして動かないんだよ。でも一人に背負わせるのもなんか違うくない？大丈夫？さくらくん大丈夫？車崎くんはでもあくまで何やったっけ、設計であってプログラムは分からへんのかな。え、でもさくらくんも初心者なんやろ、プログラム。さくらくん大丈夫？さくらくん力になれなくてごめんね、僕プログラムのことは。あ、やっぱそうなんやな。かなり追い詰められてるな。やれやれ困ったな、これじゃ練習試合もできない。
沖手川くんはプログラムに関してはそんなには分からへんのかな。あれどういう話でしたっけ。マネジメント能力がすごいのはなんかな覚えてるけど。沖手川。あ、そうそうそう、沖手川はバグの原因分からないのか。うん、あ、いや、じゃあ分からんのやんか。でも一緒にもっと考えてみてよ。さくらくんの方が沖手川くんよりはやっぱ分かるってこと。いくら初心者のさくらくんでもさくらくんの方が上。一応見てみましたが、さすがにエラー原因の特定までは。うーん、そっか、つくもし。あー、まあね、つくもしは言い過ぎかなあ。あの糸倉ちゃんね、前は突っ跳ねられちゃったけどもう一度頼んでみるか。まああくまで学生の部活動やから学生同士で。なんかメッセージ来たな。なんや。まあ学生の中で解決できるに越したことはないんか。糸倉ちゃん、つくもし使うのはちょっとずるすぎるんかな。で、あ、おまさおちゃん、八神さん、星稜高校中庭の壁に興味深いものが出現しました。プロフェッサーに関するものです。出現？壁に？落書きってこと？体育館裏あたりです。わかった、見てみるよ。ほん？また唐突やな。一緒に見に行きましょうっていうわけでもなく出てきましたっていうだけ。まあでもとりあえずロボ部をまっすぐ進めたいところもあるので、一旦糸倉ちゃんのとこ行こうか。うっす、八神さん、糸倉ちゃんおらん。お、お、ケント君じゃないか。珍しいな。珍しくもなくない？この前あったやん。この子たまに顔を出したと思ったら昼寝して帰るだけなんですけどね。ケント。ねえケント、あなたもミスケンの部員なんだから少しはミステリー読んだら。いや、いや、俺活字読むと眠くなるんだよね。睡眠導入剤としては最高なんだけど。漫画よく読んでるけど、何、ミステリー系の漫画ももちろんあるじゃないですか。有名なあれやこれやもありますけど、そういうのはよく好む感じ。はあ、全くあなたって人は。甘さ、あくまで甘沢ちゃんのボディーガード、ボディーガードの役目しかないんかな。あ、そうだ、甘沢、糸倉は。あ、来た。お、糸倉、ちょうどいいところに。え、何？ケント君、見て。あ、どうも、お久しぶり。え、いや、よろしく。実は俺もミスケンに入ったんだ。ま、よろしく。入ったっていうか初期メンバーじゃないの。え、知らんかったんや。あら。いやー、ははまだ嫌われてるか。え、糸倉ちゃんを無視した側の人間もしかして。なあ、どういうこと。実は、あ、そう、それはじゃあ、あれやな。俺、糸倉とは文化祭実行委員で一緒だったんだよね。え？文化祭実行委員？それってダンス部のタッカーナー氏も所属してた。あ、八神さんも知ってるんだ。実は。糸倉実行委員長だったんだけど、超独裁者でさ、会議の雰囲気なんていつも最悪。しまいには実行委員のミーティングみんなボイコットするようになって、糸倉しか出ないでやんの。じゃあケント君もボイコットしちゃった側なんですよね。もちろん高梨ちゃんもそうやけど、はあ、で文化祭は大失敗。そりゃもう悲惨だったよ。でもみんなのせいでもない。まあもちろんな、ことこちゃん糸倉ちゃんも悪い面はあったやろうけど、みんなで大失敗したわけやん。糸倉さん辛かったでしょうね。それってあのさ、ケント君も実行委員だったってことは。うん、俺も糸倉をシカトしたメンバーの一人。あー、マジかよ。まあそう、なんか唯一の学校での居場所やったのに結局また来づらくなっちゃっ
ったやろうな、これやったら。でも糸倉には悪いことしたと思ってるよ。ずっと謝ろうとは思ってたんだけど。ん？あれ、なんか俺タイミング最悪だった？ちょっと糸倉追いかけるわ。うん。あ、はい。まあなあ。あ、え？何？糸倉はどこ行っちまったんだ？彼女たち見たかな？見た？糸倉ちゃん。なあ。なあ君たち、糸倉ことこって女の子見なかった？この辺通ったはずなんだけど、ロングヘアの小柄な子。糸倉さん？ああ、あの元文化祭実行委員長の、そういう意味でちょっとだけ有名なんかな。糸倉ちゃんとしては嫌やろうけど、さっき上に行きましたけど、多分屋上じゃないですか？糸倉さんよく屋上で見かけますし。うん。ね、授業中もよく屋上いるよね。まださすがに教室は行きにくいのかな。授業中注目されちゃってるやんか。授業中やのに糸倉さん屋上にいるって、それはそれで、あの彼女知ったら嫌がるやろからなあ。教えてあげた方がいいんじゃん。屋上いたらちょっと見られてるっぽいから、あの場所変えた方がいいかもよって。そりゃ気まずいでしょ。あたしらとしても来られても気まずいし、キャハハちゃうねん。いや、まあこの子らも悪気というか、まあもう素直な気持ち言ってるだけなんやろうけど、これは糸倉ちゃん教室行きづらいやろうな。こんな感じの子ら普通にいるんやから。サンキュー、屋上行ってみるよ。糸倉のやつ、いつも周りからあんな風に見られてるのか。そりゃ教室には行きにくいよな。そうやな。こういう子らがいるって分かってんのに、教室行きや、授業受けとはなかなか言いづらいで、これ。みんなな、いや全然気にしてないよ。大丈夫だよっていう受け入れ体制できてたら、行ってみたら教室って言えるけどさ。言えるけどさ。とりあえず屋上行くか。いたいた、そんなところに座り込んじゃって。え、本読んでるやん、暗いやろ。ここまあ明るくは見えるけど照明ないですからね。本読めるほど明るくないと思うけど、どう調子は。糸倉、ここにいたか。大丈夫？ここ落ち着く？でも実は教室から丸見えっぽいよ。最悪。自分の部屋にゴキブリが出た気分。まあ糸倉ちゃんもな、なんか物言いが結構トゲトゲはしてるから、反感買いやすいっていう性質はありそうですけどね。なあ、自分の部屋っていうことは結構居心地よかったってこと？下打ちされちゃった。なあ糸倉、ミスケンには来られそうか、これからも。あんたがゴキブリ退治してくれるならね。あー、いやそうするわけにもいかないだろう。私も相談してみようかな。プロフェッサーだっけ、ゴキブリ退治してくれってさ。おいおい、あのさ、とにかく今はあのバカの顔見たくないの。部活に戻る気ないから。でもさ、糸倉ちゃんもさ、自分の態度ちょっと悪かったなって思う面はほんまはあるんやろ。いや素直になれへんのやろうけど、決してバカじゃないというか賢い子やから、実は自分を俯瞰的に見て悪かったやろうなって思ってる面は絶対ありそうですよね。まあまあ性格が邪魔してるとこありそうやけど。困ったなあ。とりあえず糸倉はミスケンに来るから、授業料免除打ち切りを待ってくれって理事長には言ってあるんだ。あんただったらあんたが何とかしてよ。ケント君を、ケント君をっていうよりかはやっぱりな、糸倉ちゃんを説得したいところやけど。お、ロボット部に入ったら新しい部活を立ち上げるか。学校なんて来なくていい。
いやー、いろいろやってみた結果これにたどり着くならいいけど、まだな、今の段階で学校になんか来なくていいよって決断させる段階じゃないもんな。とりあえずロボット部に入ってくれたらうちらは助かるから、まずこれ言ってみようか。ロボット部に入ったら断られそうやけど、それならとりあえずロボット部に入ってみたら。え、ロボ部に。糸倉プログラミングできるんだよな。まあね、まあ多分その辺のバカよりは。ああ、すごいよ。実は1年生のさくらって男の子がプログラミングで困ってるみたいでさ、糸倉が来てくれると助かるんだよ。本当に助かるんだよ。求められてるよ、君という人材は。はあ、ミスケンの方は糸倉の気持ちが整理できたらまた顔を出せばいい。はあ、てかロボ部って、え、何、あのさ、え、何、車崎くんともなんかあんの。車崎くんも実行委員やった。あそこ車崎がいるよね、あのウサギみたいに喋らないやつ。喋るのは苦手そうやった。ああ、そうだけど、なんだ、嫌なのか。またわ、ほんまなんかいろいろ衝突してんな。あいつとは前にちょっといろいろあってね。ん、いろいろ、まあ、あいつはまだ甘さは弟よりマシだけど、人畜無害って感じで。じゃあいいやんか、人畜無害なら。おう、だったらいいじゃないか、ロボ部。きっと大活躍できると思うぞ。とりあえずどこかの部活に顔さえ出してれば、理事長だって授業料免除の打ち切りを待ってくれるだろうし。うん、理事長になんで免除続けるかの口実作ってあげないとやっぱまずいじゃないですかね。えそんなに学校が大事？行かなくったってどうにでもなる気がするけど、まあ行かないともうどうにもなんないようにはなんないけど、行け、出れるなら出た方が絶対に得やし、多分多分絶対は言い過ぎ、でもまあ得は得やと思うからさ、損ではないと思うねんな、よほど特殊な事情がない限り。まあそうかもしれないけどさ、友達だってできただろ、甘沢とか。ふっ、あれが友達？どうだか。え、いや、甘沢ちゃんはきっと、え、友達って思ってますよね。え、思ってますよね。うん、思ってる。で、あの、八神さんというか、うちは友達やと思ってるよ、糸倉ちゃんのこと。お前が一歩を踏み出したから新しい関係ができたんだ。甘沢と話しててちょっと楽しそうだったじゃないか。そう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 、ミステリーっていう共通の趣味持つ友達、同世代の人と話してて楽しかったやろ。沈黙はイエスやんな。ここで引き返すのはもったいない。ロボ部でだって新しい発見があるかもしれないぞ。うん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 、そう、なんもないかもしれへんけど、もちろんなんかあるかもしれへん。ちょっとでもなんか興味あるならさ、あとどっかには出席しとかなっていう事情もあるし。わかった、やった。お来てくれるのか。あのさ、免除のこと理事長には言っといてよ。任せて、任せたで、八神さん。ああ、あそこは任せてくれ。言っとくけど、それとミスケンも、おう、やめるつもりないから。ゴキブリに屈したみたいで嫌だし。うん、もうその理由で全然いい、理由はどうあれ。うん、わかってる。あー、よかった、あ、よかった、ほんま、うん、すぐ来てくれた。八神さん、八神さん、その人はロボ部への入部希望者だ。何？え、入部希望者、入部希望？2年の糸倉琴子、彼女プログラミングに詳しいみたいなんだ。だからきっとさくらくんの力になってくれるな、糸倉。あのさ、まあまあね、もちろんプログラムって言ったっていろいろあるんだから、見てみないと何とも言えないけど。うん、でもでも、糸倉先輩、あの糸倉琴子さん、え、何、どういう方面で知ってる？やっぱり文化祭の関係で。ん、文化祭情報で知ってる？ん？なんだ、知ってるのか？そっち！僕、糸倉さんが1年の実習で作ったプログラム見ました。
なんていうかコードが完璧に美しくて。あら、そんなもの。え、そう？はいはい、最小限で最大限の効果っていうか、すごい人なんだなって思ったんです。学年が違うのにそんな見たことがあるなんて。どっかで発表会でもしたのか、もしくはな、あのそのプログラムを教えてる先生、授業の先生が去年の先輩はこんなすごいコード作ったんだぞってみんなに見本として見せたんかな。やった、あの糸倉先輩に教えてもらえるなんて僕感激です。ことこちゃんだいぶプログラム強いんですね。ちょこちょこっと触ってね、ミステリーのためにアプリ作るためにシュッて勉強したんじゃなくて、もう前々から。へえ、ふふ、なんだ、少しは話の分かりそうなやつもいるじゃん。あの、実は今ロボットが動かなくて困ってたんです。見てもらえますか？はいはい。ふん、いいよ、見てあげる。やった、やった、あーよかった、なんかうまくいきそうや。八神さん、八神さん助かります。さくらはまだまだ未熟で困ってたんです。てかさくらくんが入ってこうへんかったらここ回ってないやんな。まあ誰一人としてかけたらもう回らへんねんけど、だいぶカツカツですよね人材。いやーよかったよ。うん、糸倉自分の得意分野を活かせて生き生きしてるな。学校復帰の助けになるといいけど。あーよかったよかった。あー話してる、これがあんたの行動。なるほどね、どうでしょうか。どうどう、期待外がありそうじゃん。ビシバシ行くからそのつもりで。はい、あ、いいよかった。ことこちゃんの新しい居場所もできたし、さくらくんも助かるし、うん、いい風になったんじゃん。あ、練習試合、待て待て、でも、ああ、え、じゃあちょっとカスタ、あ、新しいパーツが解放されました。カスタム見て、じゃあ練習試合また行こっかな。ちょっとカスタムはカットしてしまうと思うんですけど、ちょっと見てみますね。よし、まあ一応カスタム終わったので、じゃあ次は宮下学園ロボット研究会と練習試合始めていこうと思います。練習試合で勝っていけばそのたんびにお話が進むって感じなんかな。やったー、あ、最高の気分だぜ。今回はスッと勝てたぞ。さてさて、順調に勝ち上がってきましたが、勝ち上がるっていうか、まあ練習試合やけどね。よし、十分なデータは得られたな。なあ、どうださくらくん、糸倉先生の教え方はわかりやすいか。はいはい、すごくわかりやすいです。糸倉先輩優しいですし。お、え、優しい、そうです、後輩には優しいのか、同世代以上とか、あと敵が過去にあった人には厳しいけど、はい、僕覚えが悪いんですけど、怒らないで何度も教えてくれるんです。めちゃめちゃいい先生やん。へえ、あの糸倉がね。ん、あ、来た、お疲れ、来てくれてありがとう。今日もさくら、あー、さくら、この前言ってた参考書持ってきたよ。可愛がってんじゃん。うん、糸倉随分と面倒見がいいみたいだな、糸倉先生。あー、そんな茶化したらまたさ、ツンツンされちゃうで。はぁ、ほら、はぁ、そうだ、さくらくんは話しやすそうだし、ロボ部のことについていろいろと聞いてみるか。なあ、さくらくん、糸倉と3人で食堂でお茶でもしないか。親睦を深めるためにもさ。え、え、いいやん、行こうよ行こうよ。やった、いいですね、糸倉先輩、行きましょう、行こう行こう。ドーナツぐらいならおごってあげるからさ。あんた、ちょっとあんた、いきなりプロフェッサーのこと聞き出すつもり。いやいや、ちょっとここで、その小声で言って。いやいや、それはない、警戒される恐れがある、軽い情報収集さ。ほんまに親睦も深めたいし、それならいいけど。それじゃ食堂で待ち合わせよう。やったー、うお、チームワークがレベル3に、あれ前からでした、上がったねー。え、なんで俺たちを誘ってくれないのって思ってる。どう高森くん、八神さんのことちょっと見直してきた。
ことこちゃんも連れてきちゃったりして、この物質にも花がとか思ってたりせん？話しかけられはするんや。あ、ロボット部の活動費が3万円増額されました。やった。試合はないけどトレーニングとカスタマイズが、この段階でも一応できると。作りたいさ、新しいパーツもあるんですけど、このバッテリーはコスト上限が上がるっていう効果があるんですけど、このアルミがさなくて、多分どっかで店売りとかしてそうなんですよね。ちょっと後で買いに行こうかなって思うんですけど、とりあえずは食堂行きますか。こんな暗い食堂で二人きり気まずかった、ごめんな遅くなって。なんか飲もうよ、お茶しに来たんやろ。清涼の食堂、唐揚げ定食が美味しいんですよ。あ、でも今はご飯よりおやつの時間ですね。おやつの時間なんですかね。薄暗いですけど。糸倉先輩、糸倉先輩はどんなお菓子が好きですか。さくらくんも懐いてるな。懐いてるって言い方もあれやけど、ポテチいいですよね。ポテチ、うちも芋女だからわかりますよ。ポテチ大好き。僕は海苔塩が好きです。うちは結局プレーンな塩味が好きかな。海苔塩も美味しいけど、私はコンソメかな。まあコンソメも美味しいけど、はい、全部美味しいけど結局塩が好きかも。コンソメもいいですよね。さくらくん、なんだか楽しそうだ。ロボ部ではいつもおどおどしてたもんな。ヤガミさんは、ヤガミさんはポテチ何が好き。ほらほら言ってよ、ね、え、ポテチは。ポテチも本題やねんけど。本題早く。ああそうだな。ところでさくらくん、ロボ部のことだけど、俺たち入ったばかりでわからないことが多くて、さくらくんが知ってることいろいろと教えてくれる。はい、いいですよ。じゃあまず沖手川くんについてな。あ、沖手川ってどんなやつ。なんかできるやつって感じだよね。そうですね、すごい人だと思います。部長が入ってきてロボ部は変わりましたし、沖手川くんが入ってくる前までの部長さんって誰なん。もしかして高森くんやったりする。転校してきてロボ部入ってシュッと部長なったん。それまでは締め切りとかもなくて、こんなことやりたいねとか勝手にみんなでワイワイ楽しくやってて、でも結局何もできずに間に合わなくて予選辞退して、あ、辞退してたんや。楽しかったからよかったねってお気楽な感じでした。あ、なんだか牧歌的だな。そんなあくびが出るほどのんきな部活だったなら、転入してきた沖手川はやりがいあっただろうね。見るからに仕切りたがり屋って感じだもん、あいつ。ほうれん草だとかマイルストーンだとか言ってさ。僕は最初ほうれん草ってなんかわからなくて、あ、そうなん、そこ説明せずに言うてたん。沖手川くん、まあわかりそうなもんでもあるけど、なんか彼のことやからほうれん草って言うのはねって言いそうなもんですけどね。そっか、野菜のことかなって思いました。あのさ、私は沖手川のやり方もどうかと思うけどね。確かロボットコンテストってさ、ポリシーがあったじゃん。え、自分たちが作りたいものを自分たちで考えて作るだっけ。あー、それとは真逆のやり方なんだよ。なるほど、なるほど。そりゃトップダウンな沖手川のやり方とは合わないな。じゃあ次はとりあえず高森くんについて。ツン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 、一番矢上さんに攻撃的ですよね。てかまあ彼しか攻撃的ではないとも言えますけどね。うちなんかロボ部のみんな全員から嫌われるかと思ったんですけど、最初のね、あの天沢ちゃんの情報からして彼だけですね。なあ、工作担当の高森ってどんなやつ。時々沖手川とぶつかってるようだったけど、はい、二人はあま仲があまり良くないですね。高森先輩、沖手川先輩が来る前は部長になるはずだったから。なるほど、まあ部長だったわけではないけど次期部長やったわけや。それを沖手川くんにかすめ取られたわけね。
でも前の部長が引退するときに転校してきたばかりの奥手川先輩が新部長として指名されたんです。あ、先輩がやっぱ奥手川だわってなったん。まあ奥手川くんの能力見ちゃったらそうなるか。転校してきてすぐだったからみんなびっくりして、特に高森先輩が、まさに大抜擢だったんだな。高森ね、あれは相当根に持ってるよ。沖手川がいないところでよく愚痴ってるし誰も相手にしねえけどまあ、誰かもなんかフォローしてあげてほしいですけどねあー、まあまあまあねだって相手にすると長いから。高森の不満、これも沖手川体制下の問題だな。で、車崎くんについて。ところで設計担当の車崎くんは沖手川に買われてるみたいだったね。そうです。はい、そうですね。車崎先輩は優秀です。いつも黙々と設計を仕上げてくるんです。締め切りだって絶対に守るし、正確だし、だから部長にはすごく気に入られてますトップダウンのやつに限ってさ、ああいう手足となって働いてくれるやつを好むんだよ。言い方まあでも事実なんやろうな、実際。でも車崎先輩は優しいです。僕が部長に怒られたりするといつも心配してくれます。まあフォローしようと頑張ってくれてる感じはこの前も見えましたよね。ま、そういうやつに限っていざとなると周りに流されるんだけどねまあ糸倉ちゃんはね、実行委員の件もあるから高梨ちゃんが流されてっていうのを見て言うてるんかなでもそんな車崎くんでも高森くんのフォローはしきれへんくらい高森くんの愚痴が長いんですかね高森くんのフォローは仕切れてない感じしますけど、そんなことないですよ。そういえば糸倉、車崎くんとは何やら確執があるみたいだったな。ああ、そういえばそうですね、ちょっと忘れてたけど。うかつに聞かない方が良さそうだが、あーで聞かへんのか、だがーで聞くんかと思ったとりあえず聞きたいことはこんなところかな。ありがとう、ロボ部のことちょっとわかったよまた時々3人でお茶しましょう。あ、さくらくんから言ってくれんの、嬉しい。うん、じゃあありがとう、お疲れ。今日はもう帰るんかな。なあなあ糸倉、やっぱプロフェッサーの調査手伝ってくれないか。お断り。やだ、興味なし相変わらず取り付く島もない。ところでどうだ、学校生活の方は案外悪くないもんだろ実際はうちユースドラムガーって進めちゃってるけど、実際は何日かかけてもちろんやってるんですもんね。学校生活っていうのもことこちゃんは過ごしてきてるわけで。どうかな、まだわからないね。思わぬ伏兵が潜んでるかもしれないし、甘さは弟みたいなバカがさ。あー、根が深いな。そっか、糸倉のことはもう少し様子見かな。なるほど、これでまた部室に戻るって感じか。まあ戻りますか、素直に。ロボ部のみんなはもともとね、八神さんが牧歌的って表現してましたけど、好きなロボットとかの話ができればいいぐらいの感じで十分って思ってたんやとしたら、実は今楽しくなかったりすんのかな。とはいえ実際人に言われてっていう形やけど、作ってたらやっぱり楽しいってなってる。そこんとこも聞いてみたいけどな。ほんまはこんなんやりたくないんやって思ってる人いたりする。第1回予選大会の相手が決まった。あ、ついに。ねえ、どこですか。城南高専だ。うわ、え、もうつよつよなん、優勝候補みたいな。あー、昨年度の RE ロボコンテストでの予選突破チームだ。油断ならない。
うん、予選は突破した。予選突破後どこまで行ったん？第1回戦敗退みたいな感じなんかな。おお、いよいよ予選か。そうです。ええ、この予選を勝ち抜けばいよいよ決勝トーナメントです。おきて川、予選の引率どうすんだ？引率ないと会場行けないだろ。普段あの練習試合でやってんのはあくまで星稜高校内なんですかね。あれは星稜高校の予算で組み上げた練習試合会場で、それを他校の人も使える代わりにうちんところと試合してくれてるって感じなんかな。いや、どうなんやろうね。まあその辺分からへんけど、予選は別のとこであるんや。もう引率は八神さんでしょう。お願いします。ですよね、八神さん。お願いできます。ああ、もちろんそのつもりだ。俺はオペレーターだし、どの道予選にはついてく。助かります。芥田先生は大会にも来てくれないでしょうから。芥田先生、いくら反対の気持ちがあるからって一応顧問なんやからさ。引率やってお仕事のうちでしょ。いや、でも部活動ってなんか先生ボランティアみたいな感じでやってるんでしたっけ？お給料出ないんでしたっけ？なんか先生の仕組みもなんかね、たまにニュースで聞きますけど、正確なことは分かんないんですけど、うちね。まあでも来てくれたっていいやんなあ。アクタのやつマジでやる気ねえよな。そうだな、そうだな。そもそもあの人はロボットになど興味がない。それどころかちょっとバカにしてますよ。やっぱみんなに伝わっちゃってるやん。先生、心の底ではどう思っててもいいと思うんですけど、バレっちゃダメですよ。こないだだって僕たちのロボットを見て、高校卒業したらそんなおもちゃも卒業でしょって、いや、みったらしいな。おもちゃじゃねえんだよ。今の世の中どれだけロボットに支えられてるのか知らねえのかよ。それはそれ、これはこれっていう感覚なんでしょうね。地続きになってるって思ってないんやろうな。所詮は自分の物差しでしか物事を測れない人、相手にすることはないさ。そうかも。そうかもしれへん。それは芥田先生を今の状態のね、後々変わってくれはるかもしれへんけど、今の状態の芥田先生はそうかもしれない。でもなんか彼らはだから、今の感じ、今の話を聞くにしっかり勝とうって感じで、彼ら本人もみんなで思ってるんですね。沖手川くんだけで突っ走ってやらされてるってわけじゃなくて、うん、なんかそれをしっかり今のみんなの言葉で感じ取れたなと思ってんのかなって思ってたけど。はは、言えてるな。顧問の悪口だと二人とも盛り上がるんだな。確かに、ある意味共通の敵となってくれてて、芥田先生はそれはそれで役割を果たしてはるかもしれへん。八神さん、八神さん、準備ができたら声をかけてください。はーい。じゃあもう早速行こうかな。いや、でも強化が足りひんか。普通にうちのテクニックもまだ全然足りてないと思うんですけど、ロボットの性能ももうちょっと上げた方が良かったりする？どうかな、バッテリーな。バッテリー新しい、そのね、アルミがないから作れへんくって、今もう上限カツカツのカスタムしちゃってるから、現状これ以上カスタムしようもないし、とりあえず挑戦してみようかな。超メタ的やけど、もし負けてもリトライってなるだけやし、だけって言ったらあれやけど、もちろん勝ちは目指すけど、とりあえず今のままで厳しいかもしれんけど行ってみよう。うわ、もう予選から結構な熱気ですね。さあ始まりました、第4回 RE ロボコンテスト予選大会、会場です。本物のロボやん。送電堀で見ましたね。なあ。予選の相手は城南高専か、強豪校なんだよな。察するに。察するに、ええ、ですが私の見込みでは勝てない相手ではありません。今のカスタム状態でも沖手川くん的には勝つ見込みあり？そのための準備は抜かりありませんから。
アルミないけど買いに行くの後回しにしちゃって、とりあえずこれで行こうっていう感じで来ちゃったから、抜かりはあるんですけど自信があるみたいだな。無論です。もちろんです。ですがここから先は八神さんオペレーターの腕にかかっています。え、オペレーターの腕ですか？大丈夫かな。もちろん全力は出すよ。勝つさ、勝たなきゃ話にならないだろう。お願いします。ええ、よろしくお願いしますよ。ここで勝てれば部員の信頼をもっと得られるかもしれない。気合い入れていくぞ。よし、頑張ります。大丈夫かな。あ、でも音楽も燃える。八神機、行きます。行きます。うわ、飛んの早。あ、でも近くに出た、ラッキー。よしよし、素人バカ。これで、あ、近くに出た、ラッキー。いいねいいね、これで、え、違う、こっち。よっしゃ、伸ばして、ないかな。自分で取りに行った方がいいかな。あ、でも行け。よし、これで一歩前に出て、いいね、よし、いいぞ。よし、これで、よっしゃよっしゃ、あ、勝てる。いいね、やったー。よし、勝てました。もうちょっとカスタムいるかと思ったけど、よっしゃー、嬉しい。やっ